アメリカ海軍の大根でロガ級、ミサイル巡洋艦レイクエリーから発射される、RIM-161、スタンダードミサイルイージス弾道ミサイル防衛システムは、イージス艦を用いた弾道ミサイル防衛システムである。艦隊への軽空脅威の増大に対抗するため、アメリカ海軍は、冷戦下の1960年代末より、イージス武器システムの開発に着手し、 1983年より、タイコンデロガ級、ミサイル寿命艦、また1991年からは、r ー,ーバーク級ミサイル駆逐艦にも搭載して、艦隊に配備した。この AWS は、友人の攻撃機、爆撃機や、これらの航空機、または、艦艇から発射される対艦ミサイルの排除を目的と、する究極の艦細防空システムとして、位置づけられていた。当時、 ソビエト連邦軍は SS-20 中距離弾道ミサイルやスカット、短距離弾道ミサイルを配備していたものの、西側諸国からは SS-20 は純戦略兵器として、またスカットは欧州の地上戦での長距離砲兵として捉えられており、これらの迎撃を目的とした防衛は重視されなかった。しかし、イラン・イラク戦争や湾岸戦争で、 スカットが大量に使用されたほか、ソビエト連邦の崩壊によって、弾道ミサイルと関連技術、技術者が第三世界に拡散したことで、戦術弾道ミサイルへの対策が求められるようになった。まず応急的な施策が行われた後、1993年に成立したクリントン政権において、アメリカ合衆国本土防衛のための国家ミサイル防衛と、 同盟国及び海外展開米軍部隊の防衛のための戦意ミサイル防衛の日本柱として再編成された。新しい BMD 体制では先行する戦略防衛構想で検討されていたような宇宙配備システムは棄却され、地上配備システムと海上配備システムに注力することになり、海上配備システムのプラットフォームとしてイージス艦が期待されるようになった。 続く、ブッシュ政権では、大量破壊兵器や弾道ミサイルの世界的な拡散に対処するため、BMD をさらに推進した。これに伴って、NMD と TMD の区別を廃止して単に MD と称することになり、弾道ミサイルの飛翔過程を、ブースト、ミッドコース、ターミナルの3段階に区分して、それぞれに対処する BMD システムを整備する。 重心的な防御体制が施行された。イージス BMD は、まず、ミッドコース迎撃を担当する、海上配備システムとして整備されていくことになった。なお、イージス BMD システムの開発は、アメリカ合衆国国防総省ミサイル防衛局と、アメリカ海軍の主導下で行われているが、日本も開発に参加しており、アメリカ海軍と海上自衛隊が導入している。 BMD 機能は従来の AWS の機能とは大きく異なることからイージス BMD として独自のバージョン管理がなされている。開発にあたってはスパイラルモデルが採択されている。イージス BMD 3.0シリーズ第一段階としてのイージス BMD 3.0シリーズでは短距離弾道ミサイル及び順、中距離弾道ミサイルへの迎撃能力が整備された。 2004年9月、光線機能を省いて遠距離の捜索と追跡機能だけを実装したバージョンとして BMD3.0E が先行して実用化された。これにより、コンピュータープログラムの改良によってレーダーエネルギーを集中させて弾道ミサイルを追尾することができるようになったほか、IBS に接続するための端末装置である JTT が搭載された。2005年春、 SM-3 ブロック I による光線機能を追加した BMD3.0 が実用化された。この時点では BMD3.0 を搭載したのはいずれもタイコンデロガ級であり RA バーク級の回収内容は BMD3.0E による捜索追跡機能に限られた。2006年8月 SM-3 ブロック IA の運用に対応した。 BMD3.6 が承認実用化された。BMD3.0 はあくまで予備的な光線機能しか備えていなかったのに、対し BMD3.6 は実践的な光線機能を備えたものと位置づけられている。スタンダード SM-3 の精密な射撃のため、発射直前まで正確な GPS データを算出するシステムが導入されており、膨大な情報を処理するため、 C&D に補助コンピュータが追加されているほか、マーク41発射機も SM-3 発射時の圧力に耐えられるように強化されるとともにデータ転送用の光ファイバー回線も追加された。これにより発射時の座標は個々のミサイルセルの単位で直前まで正確に計算され入力される。BMD3.6 はタイコンでロガ級と RA バーク級の両方に搭載されていったほか、日本の混合型でも搭載された。サブバージョンとしての BMD3.6-1 では初期的なローが導入された。これは、時間の前方に展開した他のセンサーからの情報に基づいて SM-3 を発射、時間のレーダーで目標を捉えた時点で最終誘導に入って迎撃するものである。 イージュス BMD4.0 シリーズ第2段階としてのイージュス BMD4.0 シリーズでは迎撃ミサイルを SM-3 ブロック IB に更新することで SRBMMRBM に加えて限定的ながら中距離弾道ミサイルへの迎撃能力も付与された。また、ロー機能もさらに拡張されるほか、新型の BSP を導入するなど、レーダー信号処理能力の強化も図られた。 イージス BMD5.0 シリーズ BMD4.0 をもとに AWS ベースライン QC1 と統合したのが BMD5.0 である。BMD4.0 以前では対空戦機能とミサイル防衛機能とで異なるプログラムを切り替えて使用していたが BMD5.0 では同時に使用できるようになりアインドが実現されることとなった。改良型の b m d c u では sm-6 の運用にも対応し、終末段階での弾道ミサイル迎撃も可能となった。BMD5.1 は AWS ベースライン Q-C2 と統合されたものとなり、迎撃ミサイルを sm-3 ブロックイーヤに更新して、IRBM への本格的な対射能力を獲得するとともにイーヤにも対応する。これはイージス BMD 艦自身のレーダーで目標を 探知する前に、地上レーダーや衛星などからの情報だけで、迎撃ミサイルを発射し、前方のレーダーに完成を BMD5.0 シリーズは、AWS ベースライン級を搭載する、アーレバーグ9、日本のマヤ型には建造当初から搭載される。また、AWS ベースライン4を搭載する、タイコンデロガ級、日本のアタゴ型には、 BMD5.0 シリーズへの改修工事が予定されている。RIM-161 スタンダードミサイル。もともとイージス艦による t m d は仮想防衛を担当する SM-2ER ブロックアイ場による海軍地域防衛と上層防衛を担当する SM-3 による海軍戦域攻撃の2種類が存在した。などの方が先行していたものの、 2001年末になどの中止が決定されたため NTW と e ージス b m d は同義として扱われるようになった。その後 SM-2ER ブロックアイ場に代わる仮想防衛用の迎撃ミサイルとして SM-6 を用いた SBT の実験がなされている。FTM-18SM-3 の打ち上げ2002年から SM-3 を用いて23回の 大気圏外での迎撃実験が行われ18回で迎撃に成功した。うち5回は日本の海上自衛隊によるもので4回の実験が成功を収めた。SM-2 ブロック4を用いた大気圏内迎撃実験は3回行われすべてで成功した。これらの実験とは別に軌道を外れた人工衛星 USA-193 が2008年2月20日に sm-3 ブロック 1a を用いて撃墜された。国防省の運用試験評価局は、sm-3 ブロック 1a を用いたミッドコース段階での準中距離弾道ミサイルを迎撃する能力を継続的に示していることを確認したとしている。初めての試験である、fm-2 は2002年1月25日に行われ、sm-3 を用いて、 ユニタリー TTV ショート、レンジターゲットを大気圏外で迎撃することに成功した。2003年6月18日に行われた FM-5 では初めて目標の迎撃に失敗した。2005年11月17日に行われた FTM04 から2では初めて分離型の準中距離ターゲットが目標として用いられ、撃墜に成功した。 2007年12月17日に行われた JFTM-1 では海上自衛隊のコンゴーがカウアイ島の太平洋ミサイル死射場から発射された分離型の準中距離ターゲットの撃墜に成功した。2008年11月19日の JFTM-2 では海上自衛隊の長海が分離型の準中距離ターゲットの撃墜に失敗した。 2009年10月17日に行われた JFTM-3 では海上自衛隊の妙、孔が分離型の準中距離ターゲットの撃墜に成功した。レイクエリーとポール・ハミルトンが目標追跡に協力した。2010年10月28日に行われた JFTM-4 では海上自衛隊の霧島が分離型の準中距離ターゲットの撃墜に成功した。 レイクエリーとラッセルが目標追跡に協力した。2011年4月14日に行われた FTM-15 ではブロック 1A を用いて中距離弾道ミサイルの迎撃に成功した。ローンチオンリモートが初めて試みられた例であり、クエゼリン艦渉から発射された射程3000から 5500km のトライデント、改造標的を 1000km 以上離れた。 ウェイク島の案、トッピーマイナス -2 が探知し、情報をオカーンに伝達して、SM-3 を発射した。ブロック1バイトを使用する、初のテストとなった FT、FTM-16 は2011年9月1日に行われ、レイクエリーは短距離弾道ミサイルの撃墜に失敗した。2017年2月3日に行われた、SFTM-01 では、ブロック 2A を使用する。 初のテストとなり、ジョン・ポール・ジョーンズが、準中距離弾道ミサイル標的の撃墜に成功した。2017年6月21日に行われた、ブロック 2A を使用する SFTM-02 では、ジョン・ポール・ジョーンズが中距離弾道ミサイル標的の撃墜に失敗した。2018年9月12日に行われた JFTM-5 では、海上自衛隊の アタゴが SM-3 ブロック1バイトにより、分離型の準中距離ターゲットの大気圏外での迎撃に成功した。2020年11月16日に行われた FTM-44 では、ジョンフィンが SM-3 ブロック 2A により、大陸間弾道ミサイル標的の撃墜に成功した。SM-3 シリーズにとって、初の ICBM を標的とした試験である。 FI2011 時点で23隻のタイコンデロガ級巡洋艦とアーレバーク級駆逐艦が BMD 能力を獲得しており、111の SM-3 ミサイルが配備されている。現在の計画では FI2016 までに BMD 能力獲得艦は33隻に増生し、SM-3 ミサイルの数は257発に増加する。 海上自衛隊1993年5月29日の北朝鮮によるミサイル発射実験を受けて同年12月日米による戦意弾道ミサイル防衛検討の作業部会が設置され日本政府でもミサイル防衛能力について本格的な検討が開始された平成7年度から正式に我が国の防空システムのあり方に関する総合的調査研究に着手 1998年8月31日のテポドン1号の発射実験を受けて対処手段の具体的検討に入り、1999年より海上配備型システムについて、海事と米海軍による日米共同技術研究が開始された。2003年12月、小泉純一郎政権下で安全保障会議及び閣議において、 弾道ミサイル防衛体制の整備を決定した。2004年4月、航空自衛隊のパトリオットミサイルシステムの能力向上やバッジシステムの改修とともに、混合型へのイージス BMD システム搭載が決定された。これを受けて、平成16年度から平成19年度予算で、同計4隻へのイージス BMD3.6 システム搭載改修が順次に実施された。 各艦は回収後、カウアイ島沖の太平洋ミサイル試射場での迎撃実験を経て帰国し、配備についている。これらの艦に搭載する SM-3 ブロック 1A ミサイルは、優勝援助調達によって36発が購入された。上記の通り、各艦が1回ずつの迎撃実験を行っており、毎回1発ずつを発射していることから、残弾は32発である。 これらのミサイルの調達や各艦の BMD 回収、迎撃実験などに用したコストは合計で約1500億円であった。2004から8年に建造されたアタゴ型は建造当初はイージス BMD システムを搭載していなかったが AWS をベースライン9にアップデートするのと合わせてイージス BMD5.0 システムを搭載することに なり、2016年より改修が開始されている。2017年から建造が開始された、マヤ型は、建造当初から、BMD5.1 を搭載し、すべての SM-3 の発射に対応できるように、能力の向上が図られる。また日本は SM、SM-3 ブロック 2A の開発に参加しており、クラムシェル型ノーズコーンと、第2弾、ロケットモーター、 キネティック弾頭の一部を担当している。二波長赤外戦シーカーについては、日米で異なる種類のものを開発し、どちらかを採用する。2009年4月5日に行われた北朝鮮によるミサイル発射実験の際には、ロケット本体や破片が日本の領土、領海に落下した場合に迎撃することが決定された。事前に防衛大臣から弾道ミサイル等に対する破壊措置命令が、 発出され、今後及び、町海が、日本海へ、PAC-3 部隊が、東北地方と首都圏の自衛隊駐屯地に、展開された。ミサイルは11時37分頃に、東北地方から、太平洋に通過し、破壊措置命令は解除された。2012年4月に予定されている北朝鮮によるミサイル発射実験では、ミサイルは、 公海沿岸の平安北道鉄山群、東総里から南方に打ち上げられ、沖縄県先島諸島上空を通過するとみられる。2009年の際と同様に、領土領海への破片落下の際に迎撃することが決定し、3月30日に破壊措置命令が発令された。沖縄周辺海域に2隻、日本海に1隻の混合型護衛艦を配置する。 2016年8月3日に北朝鮮が発射の兆候がつかみにくい移動式発射台からノドンを発射し秋田県小賀半島の西の海域に落下したこれを受けそれ以降破壊措置命令は3ヶ月ごとに更新され続けており常時発令体制となっている防衛省の敷地内に PAC-3 日本海にイージュス艦という配置にて 北朝鮮のミサイルに対する継続警戒を行っている。2020年12月18日、日本政府は新たなミサイル防衛システムの整備等を及びスタンドオフ防衛能力の強化についてと題する閣議決定を行い、その中でイージス・アショアの大替案についてイージスシステム搭載艦を2隻建造し、それらを海上自衛隊が運用すると決定した。 二千二十一年一月二十七日、アメリカミサイル防衛局と、米海軍イージス艦の技術部門代表は、米ニュージャージー州ムーアズタウンにおいて、アン、スパイマイナス7を搭載したイージス武器、システムベースライン J7B のソフトウェアのリリースに伴う試験に成功した。二千十八年にイージスアショアの導入決定と、同時にアン、スパイマイナス7の導入を決定して以来、アン、 スパイ -7 に適合した日本向けイージス武器システムの開発が進められていたが、今回の試験によって試験的に海上配備された案、スパイ -7 を搭載したイージス武器システムベースライン J7B が弾道ミサイル防衛目標の捜索・追跡、識別を行う能力を有することが確認された。イージス武器システムベースライン J7B は、 すでに海上自衛隊のマヤ型護衛艦で運用されているベースライン J7 の改良型で、アン、スパイマイナス7を搭載することができ、米海軍のイージス艦に搭載されるベースライン9、およびベースライン10の機能を有する。次回の試験は2021年10月にイージス武器システム全体の能力向上試験が実施され、システム完成後はイージスプロダクションテストセンターにて、 イージス武器システムの適合試験、認証取得が実施される予定である。陸上自衛隊2017年、日本政府はイージスアショアの導入を決定した。防衛省は防衛白書においてその背景を北朝鮮の核実験の実施及びミサイル発射実験が頻発していること等を理由に説明しており、配備地を秋田、山口に決定した。2019年、 地元住民への説明を行っている段階で、報告書に誤りが発覚し、また2019年6月に秋田市で開催された説明会では、住民の怒号が飛び交い、説明会で防衛省東北防衛局調達部次長が居眠りをするなどの失態もあり、起こった住民参加者により、伊藤茂木防衛省東北防衛局長の、これらの事態を受け、6月17日に、 岩屋武志防衛大臣が、秋田県庁や秋田市役所を訪れ、佐竹高久秋田県知事及び、穂住市秋田市長に対し、謝罪を行った。山口県でも地元萩市の東道健次市長から、調査に対する信頼が損なわれることにもなりかねない、との批判が出るなどし、7月3日に岩屋武志防衛大臣が、山口県庁を訪れ、村岡つぐ山口県知事や、 藤原萩市長に謝罪を行った。一連の事態に関し、岩屋防衛大臣は、鋼鉄人事などは行わない方針を示していたが、7月10日付の人事で、本省では、計画を担当した深沢正隆官房審議官が、サイバーセキュリティ、情報化審議官に異動となり、東北防衛局でも、伊藤東,東北防衛局長が、報道官に説明会で居眠りをした、 調達部次長が北関東防衛局調達部付けにそれぞれ移動となるなどした。9月には自由民主党、秋田県市部連合会会長の金田勝都市、衆議院議員がずさんな調査や緩みがあったことは残念だと、防衛省の対応を批判した上で、全候補地のゼロベースでの再調査を申し入れ、これを受けた防衛省は秋田県、青森県、 山形県の20の国有地の再調査を行った。2020年6月15日、河野太郎防衛大臣は SM-3 のイージスアショア配備に関するプロセスを停止することを表明した。迎撃ミサイルを発射する際に使うブースターと呼ばれる推進補助装置を演習場内に落下させると説明していたが、確実に落下させるためにはソフトウェアの回収だけでは 不十分だと分かったためである。イージス・アショアサイト。ロッキード・マーティン社の施設。画像は、ルーマニア向けのもの。欧州ミサイル防衛システムの強化計画であるエパーの一角を担うものとして採用された。米国が進めるアインドと歩調を合わせる形で、BMD 対応イージス艦と陸上型システムであるイージス・アショアが導入される。 一つのイージスアショアは陸上型スパイ -1、レーダーと24機の SM-3 ミサイルを備える VLS から構成される。VLS は海軍のイージス艦でもいられている既存の VLS をもとに移動可能なものが開発される。EPA は以下の4段階に分けられ、2011年から2020年にかけて全身的に進められる。ありがとうございます。